トランプ大統領が8月上旬に発令した大統領令に基づき、アメリカ商務省は9月18日、WeChat と TikTok のアメリカ内での新規のダウンロードや更新を20日から禁止すると発表しました。このうち TikTok は11月12日から利用が禁止されることになりました。アメリカ商務省は9月18日、中共がもたらす脅威からアメリカ国民の個人情報と国家の安全を守るため、 9月20日から WeChat と TikTok のダウンロードや更新、アメリカ内での送金や支払いに WeChat を使用することを禁止すると発表しました。 ウィルバー・ロス省務長官はインタビューで業者がアメリカ国民から大量のデータを収集しそれを中国に送っていることを懸念しており禁止措置はそのデータへのアクセスを制限すると述べました省務省はまた TikTok の問題解決期限を11月12日まで延長し 国家安全保障問題が解決すれば解禁される可能性があるとしています。トランプ政府は現在、バイトダンスとの取引について、オラクルの計画を検討しています。報道によると、オラクルやウォルマートなどのアメリカ企業が少なくとも60%の株式を所有し、アメリカ籍の CEO を有する新会社 TikTok Global の設立を計画しています。 取引が承認されれば、バイトダンスは1年以内にアメリカで新会社を上場させる計画となっています。ま中京政府は8月下旬、TikTok のコアアルゴリズムを輸出制限リストに含めるよう規定を改正しました。 シャデン氏はコアアルゴリズムには中共がアメリカの機密情報にアクセスする方法が含まれている可能性があり、中共が今回の取引の中で最も恐れていることだと考えています。トランプ大統領は17日、ウォルマートやオラクルと話し、マイクロソフトも関与しており、近いうちに決断を下すと述べました。 如果直接跳动不能彻底割清楚跟中国联系的话呢，可能一分钱都卖不到，就面临着被关闭的下场。NTD Japan がお伝えしました。